さて、もう祭りも終わりのようだね。そろそろ僕たちも荷物を片付けてフェニックスワンダーランドに戻ろうか。ああ、と言っても片付けはもうほとんど済んでるけどね。そこにまとめてあるから。おや、本当だ。これならすぐに終わりそうだね。早速積んでいくとしようか。さて、台車は。ああ、ちょっと待って、ルイ君。お片付けは私たちでやっちゃうから、ルイ君はここで休んでて。え？そうだよ、怪我人なんだから安静にしてたら。心配してくれてありがとう。けれど大丈夫だよ、この程度なら動けそうだからね。いや、しかしルイ、捻挫だからといって甘く見るな。無理は。何騒いでるんすか。先輩、お疲れ様です。俺たちはもう帰るのでご挨拶をと思いまして。おお、アキトに東洋来てくれたのか。お邪魔します。私たちもいるよ。あの今日のショーもとっても楽しかったです。特に司さんがすっごく高く飛ぶところとか。本当？ありがとう、小羽ちゃん。お前たちのパフォーマンスもすごかったな。あのパワフルな歌には元気をもらえた。感謝する。そうっすか。先輩は普段から元気だったと思いますけど。それが司くんのいいところだからね。あと、僕からも改めて礼を言わせてもらうよ。あの時、東雲くんが肩を貸してくれなければ、今日のショーを台無しにしてしまうところだった。だから、心から礼を言わせてほしい。ありがとう、東雲くん。もう、まあ、はい。いいショーでしたよ、上白先輩。あの時？そういえば気になっていたんだが、上白先輩と何があったんだ、秋田。あ、それ私も気になってた。ほら、ライブの直前に上白先輩と話してたじゃん。な、いや、あれは別に。なんだ、話してなかったのか。実は秋田がルイのことを救護テントに連れて行ってくれたんだ。え、救護テント？上白先輩怪我してたの？恥ずかしながらそうなんだ。装置の点検をしていたら少し捻挫をしてしまってね。君たちも本番前の準備があったと思う。それなのに東雲くんを借りてしまってすまない。私たちの打ち合わせならお昼のうちに終わらせていたので大丈夫ですよ。けどそんなことがあったんだ。いいことしてたんだから隠すことないのに。アキトってば照れ屋だな。うるせえな、別に隠してたわけじゃねえよ。つうか上白先輩、怪我はもう平気なんすか。ああ、うん、いい処置を受けられたし、みんなにも見てもらった通りショーをしっかり演じきることもできたからね。だが手当てを受けてからかなり動いてしまっただろう。念のためにももう一度救護テントで見てもらった方がいいんじゃないのか。そうですね、帰った後で悪化するかもしれませんし。いや、どうだろう、あまり痛みもないから平気じゃないかな。ルイ君はまだショーをやってる時の楽しいって気持ちで痛いのが飛んでいっちゃってるだけかもしれないし。それ確かにあるかも。アドレナリンが出てる時って痛みが気にならなかったりするよね。やっぱりまだ無理しない方がいいかもね。あれ、アキトどこ行くの？はっ、そうだ、二人ともどうしたんだろう。
みんなが心配してくれるのはありがたいけど、おそらくそれほど悪化することは。待たせたな、ルイ。司君、おとなしくこいつに乗れ。台車？ああ、大道具を運ぶ用の台車だ。これに乗って移動すれば体に負担をかけずに済むだろう。なるほど、よく思いつきましたね。体育座りになれば収まりは良さそうです。いや、しかしその台車を僕が使ってしまったら、ここにある荷物が運べなくなってしまうんじゃないかな。ふっふっふ、それならたった今解決したよ。エム、翔介お兄ちゃんに連絡したんだ。荷物はこのまま置いといたら後で運んでくれるって。エム、えらいでかしたぞ。いや、しかし僕の怪我でそこまでしてもらうわけには。上城先輩。あ、アキト、どこ行ってたの？って、どうしたのそれ、氷？そこの飲み物屋のおっさんに話して少しもらってきたんだよ。これ使っていいんで。なんすか？いや、わかったよ。みんなありがとう。幹部を冷やしながら司くんたちに運んでもらうことにしよう。上城先輩、お大事に。ジロジロ見られてない？まあ当たり前だけれど、かなり目立っているね。構わん、怪我人はそんなこと気にするな。それならお言葉に甘えて、ちょっとお尻が痛いけどくつろがせてもらおうかな。